で誰がさ、はい、11個さ誰がどれっぽいやつか選んでくれ。あいいねいいね。あそれそれにしよう、それにしよう。年からやし、うん、なんかいい。あいいね。はい、ということで来ました、やってきました、よろずやです。よろずやです、お願いします。もう何でもやるんで、はい、はい、動きますよね。今回は、まあ、料理、レク、装飾がいるんで、それ以外で考えないといけないんで、そうで、いろいろ考えたんですけど、はい、まず一つ目、はい、まあ、罰ゲーム、はい、罰ゲームのもの、多分ゲームとか多分やると思うんで、それの罰ゲーム、コスプレ、ね、これも一応罰ゲームにしとこうかな。じゃあ、罰ゲームで負けた人はコスプレして、はい、今日みたいな。何が見たいんだろうね、ミニのみんな。でもそのコスプレは匠がね、提案したんだ。そう、俺が提案した。学生服、学生服か。でもなんかじゃ面白いのは多分求めてないよな。あ、そう、だから本気がいいんだ。本気がいいんやと思うで。あとは、まあ、夏なんでね、うん、ちょっと夏っぽいものって着て買おうかなって。さっきあったけど、なんかスイカ、スイカ、スイカ割りしたいっしょ、絶対みんなやってないからね、うん、スイカ、風鈴買っとけば、やっぱ、気持ちよくなりますから。うん、チリチリチリってね、リラックスで、それを、はい、なんと、ミニのプレゼントですよね。どういうこと？スイカを、スイカ売りやけど、わからんね、わからんけど、なんかプレゼントできるそうなものをプレゼントしよう。はいはい、できるならね、できたらね、できたらね、俺たちはしたいから。うん、俺たちはしたい、できないかもしれない。やっ、おーい、僕たち料理班です。はい、よし、じゃあ先ほど話し合った結果、はい、まずね、赤飯、はい、話し合いも出たんですけど、はい、赤飯炊きます。炊きます、炊きます。ちょっと俺メモしていくわ。おい、初期や、はい、ほいでほいで。あとはお寿司、ミニお寿司、ミニお寿司、お寿司じゃないよ、ミニお寿司です。ミニお寿司、ミニの日なのにすみません。ミニお寿司です。ミニお寿司です。あとなんか、あ、オムライスをみんなで作ろうってなって、お、はい、あ、大きいね、一番メイン、一番メイン、そう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 、なんか、はい、うわ、あの、よく切ってパカッとなるやつをお店に出る、はい、作るらしいんですよ、この人が作れるらしい、作れるらしいんですよ。そうですね、ちょいちょい、媒体で発言させてもらってた、僕卵焼きが日本一自信あるんで、そこに必要なケチャップ、ケチャップ、うん、鶏肉とか入れる。あ、いいね。何がいいと思うね、そのオムライスの中のに、鶏もも、鶏もも、 OK でございます。玉ねぎのおーとかも入ってる、はいはいはい、だけど、はい、めっちゃありがとう、入れてもいいと思う、甘みに、うん、玉ねぎも買おうか、じゃあ、うんうんうん、あとなんか彩りなんかつけられそうなものだよね。うん、あのミニ野菜、ミニ野菜、あー、いいね、あのミニトマトとか、ミニトマト、ミニトマトと、ミニキュウリ、ミニキュウリ、キュウリ、あのあれ切って型とか作って、あのまあ彩りでね。それずっとさ、キュウリって普通人参とかでやるよ。え、キュウリじゃない、人参とかやろそれ。キュウリ、あ、まあキュウリってさ、どっちも買おうか、どっちも、キュウリも人参でもやろう、うん、いいな、色とりどり、いいな。あと、なんだろう、飲み物とかいる、こっちだったな、ほんまや、うん、ジュース、よろずや頼んどる、ジュース、よろずやに、そうだね、こういうのはよろずやに、はい、そうだね、そうそうそう、よろずやに頼めそうなものだと、はい、さあ、キムが電話かけてくれます。かけました、かかってきました、来ましたよ、もしもし、よろず屋さんですか。あ、よろず屋です。あ、あのお願いしたいことがあるんですけど。何でも受けたまります。ジュース、はい、もろもろ飲み物をもろもろと、ジュースもろもろ飲み物もろもろ、はい、もろもろしてますね。割り箸もろもろ、コップもろもろ、
コップ、あと取り皿もろもろなどよろしくお願いします。わかりました。任せろ。さすがです、兄貴。ありがとう。よろずやの兄さんとします。ありがとうな。はいよ。これでよろずやに任したんで、はい、僕たちは料理じゃあ食べていきますか。はい、行ってきます。こちら料理班です。はい、はい、到着しました。到着いたしました。さあ、それでは、はい、行きますか。行きましょう。さあ、もう入れていくか、じゃんじゃん。ね、じゃんじゃんと。人参。人参。人参。ありました。どういう人参がいいですか。この30円引き、はい、30% 引き。はい、主婦の味方でございます。オッケー、1本でいいよね。いいと思う。ミニトマト。はい。あ、ミニトマト。ミニトマト。これとかがいいんじゃん。このくらいの大きさどう？違う。とかにクラッカーに乗せるんだったら、これを半分に切って、なんかパーみたいなイメージはなんかあったかも。これにしよう。するか。キムどんなイメージだった？わかんない。俺なんかこのくらいにチー、俺もチーズボン乗っけるかなと思ったけど。なんかいいと思う。ぐらいと。あ、キュウリあったよ。キュウリ、キュウリやった。あ、キュウリやった。あ、調味料ね。ブラックペッパーはいるよね。あった。うん、ミル付き。塩コショウとかブラックペッパーとかですね。マヨネーズ買ってもいい？いいよ、マヨネーズ。卵焼きで使います。魚が、ね、あ、チーズ、チーズ。クラッカーに乗せるやつでしょ。うん、と、あとトマト。カマンベールチーズってよく聞くくない？うん、聞く。カマンベールチーズうまいや。これにする。いいか。はい、はい、おしゃれなカマンベールチーズね。はい、ということで買い出し着きましたよ。行きたいと思います。いきます。お、早速ですね。買いますか、買いませんか。多分買えへんよこれ。買いますか、買いませんか。買いません。ノーで行きましょう。行きましょう。うお、なんか新鮮じゃない。お、じゃあまずは、まずは、はい、夏っぽいものちょっと探しに行こうか。うん、じゃあ3階か。3階、3階行きます。ちょっといろいろ見に行きたいと思います。はい、風鈴探す。風鈴ね。風鈴探し。あとね、俺が思うのは、うん、なんか結局、うん、メンバーが会って喜ぶものがあったらいいかなと思って、例えばなんか暑いじゃん、うん、あの扇風機とか。いいね。基本撮影中ってさ使えないじゃん、その。あ、扇風機を。そう、なるほど。でも今ここで買えば使える。使え、もう堂々と使うことができる。それ最強やん。例えばうちわとかね。うちわいいかもな。ちょっと夏っぽいしね。でもさ、もう風鈴の音がしてないから風鈴なさそうやな。あ、聞こえてる。チリンチリンチリン。これガチ聞こえる、ガチ聞こえる。チリンチリンって聞こえるよ。これ、え、どこ？聞こえたよね。聞こえてる。これだ。あ、これだ。うちなんか無理だけど。いや、でもな。これだ。これ売ってんのかな。わからん。でも俺が想像してた風鈴と違うの。意外とないかもな。風鈴だ。先あれ買っちゃうか。さっき頼まれてたやつ。食器系？うん。いいね。買おうか、その、うん、言われたもの。言われたもの買いましょう。言われたもの買いまーす。ということで下に降りたいと思いまーす。あとは？あとは？まだ全然あるよね。買わなきゃ。まだまだ買わないと買わないとあるかもしれない。バカにするか。うまい。買っとくわ、買わないする。レトルトでな。一個買っとくか。うん、一個買っとく。一個タジに買っとこ。あのお寿司の醤油いる？お寿司の醤油いるんじゃない？醤油も。醤油。醤油で食べへん？醤油。イントネーションの問題。こいつ醤油で食うのかって言われやと思ったら、イントネーションの問題でした。
醤油。醤油か。鶏肉、ももって言ってたっけ？だね。もも。若鶏、切り身でいいよな、別に。うん。250だ。250の鶏もも肉買うね。はい。お願いします。はい。いいね。あ、スモークサーモンか。これもうめっちゃいいやん。スモークサーモン。そう、これ、スモークサーモンです。あの、まあでもミニお寿司ですからワンチャンありかも。スモークサーモンで、うん、卵買っていい？うん、足りるかな。いや、意外と6個結構使う。疲れる、疲れるとは思う。まあでもなんとかします。ありがとう。はい、頼もしいよ。卵のスペシャリストなんで、自称あったよ。はい、赤飯。ご飯。赤飯ってさ、なんか見逃してそうで怖い。俺赤飯って作ったことないんだけど。赤飯も出来上がってるやつしか食べてない。作り方見ようか。うん、赤飯用あった。赤飯用。うん、あ、いいね。あ、大丈夫っぽい。めっちゃ簡単やこれ。これあったら。あとは、はいはいはい、完全に自分でメモした携帯持ってくるの忘れたわ。おーい、あ、じゃあこれ、俺見るわ。あ、ガチャ、ありがとう。クラッカー。クラッカー。クラッカー。なんかお菓子コーナーやるんかな。あった。うわ、早っ。え、何このかりんとう、めっちゃ美味しそうなんだけど。おい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 、お前プライ自分の分買おうとしてるやろ。クラッカー。あ、これじゃね。なんかこの触った感じ長い。まあ、切ってな、色がねこれっぽいよな。うん、よし、手も追いかける。お、キョウスケ、お前さ、キョウスケ寝るなよ。お、キョウスケ、キョウスケ、はい、今回はですね、違う違う違う。お前ゴルお前京介、お前、お前、早くしろ、お前は。うお、あー、こういう系ね。コスプレじゃないな。あ、そうだ、コスプレ見に行こうや。コスプレ見に行くか。でもあれか、かぶる、かぶっていって。ちょっと下の、下行こう。下、下行く、行く、行く、行く。それ、上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 、下行こう。自由に動き回ってます。行くぞ、行きましょう。はい、来ました。食品売り場です。ドンキホーテ六本木店へようこそ。お、ドンキのスタッフさんよ。お求めの冷蔵コーナーはこちらです。どうぞ。カズは？とりあえず飲み物。とりあえず飲み物。お茶。おいで、大丈夫。お茶。こ、お茶。こ、お茶。こ、お茶。ファン茶。あかんだこれ。じ、んじゃ。じんじゃ。やっぱり、うん、パーティーといったら、うん、これだね。これだね。コーク。音もいいね。あ、やめろ。重い、重い。おい、重い。交換しよう。そう、交換しよう。いい。俺が持つ。俺が持つ。今から、4回いきます。4回いきます。はい、まずはジュース買ったから、いますよ。飲みますね。すいません。あー、びっくりした。びっくりした。すいません。どこ見て歩いたんだ。すいません、渡り屋がいる。間違えました。やばい、よろずや。ジュースだけじゃねえか。紙皿と紙コップとか、はい、なるほどね。頼まれたの。俺今のとここれです。お、ちょっとみんなあんまレクリエーションはさ、楽しみだ。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあまた後で。じゃあまた。はい。あれあれあれよ、ほら。これね、ここになったらいいね。これ。向こうに、匠のやりたそうなコスプレが。いっぱいあるね。こういう系だよね、だから匠は。ヤンキー系だ。ヤンキー系な。これ買っといていいんじゃない？これ一個買っとく。こっちの方がいい、こっちの方がいい。大丈夫して。長い。かつ長い方な。これでしょ。あ、待て。こういうのいいんじゃない？いいね。いいね。ち
とこのやんちゃ系と、うん、この医者、うん、医者系で、はい、負けた人ちょっとやってもらおうと思います。電話がかかってきたんで出ます。はい、料理班。あ、もしもし。もしもし。型抜きあるか調べて、見てみてもらえる？型抜きね。野菜とかちょっと星型とかね、ハートとかね。そうそうそう、そういう系の。あと、アルファベットあったら。アルファベットの型抜き。ミニの文字があったらベストです。ミニね、があったらベスト、もしあったら。オッケー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 、ありがとう。任せて。はい、ありがとう。お願いします。お願いします。型抜きだとどこにあるの？どういう系だろうね。さっきの食器とかがあるとこかな。あ、こっちか。3階に行きましょう。3階に行きます。型抜き戻ってきました。戻ってきました。多分ね、さっきのところにありそうだから。食器のところか。うん、ここら辺にあんじゃない。型抜きな。あ、これ絶対ここらへんよ。あ、ありました。これかな。こちら、これも買っとこうか。多分アルファベットがなさそうだから、これも買っとこうか。ないよな。型抜きゲット。あと、これありそうやね。割り箸とかないのかね。いや、ないよな、うん、ここに割り箸系が。あの、カートを。あ、カート出た、カート出た、はい、ポンコツすぎますね、あなたね。カート忘れちゃった。割り箸、割り箸、割り箸、ちゃちゃちゃ、割り箸。おお、あったよ。あったぞ。あった。こんだけありゃいいっしょ。どっちにする？俺ね、こういう系好きなんだよね。竹割り箸。俺こういうのあります。これにしましょう。と、取り皿。取り皿、まあ、これか。あとは、やっぱこのね、18枚足りる？もう2個買っとこうか、うん、それ。このでかい方がね、何回も使わずにする。でかい方がね、いいね。そう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 。あとはこ、あ、ケーキ食べるよね。食べる。フォーク、いいね。どこ？ いいよ。これね、料理とか使いそうやから入れとこ。何ですかこれ？これピック、お弁当とかの中に入ってる。何作るんだ。もう入れておきましょう。はい、すごいよこれは。あとは、どうせクマにするよこれ。かわいい。クマにしようよ、うん、これパスじゃない？なにこれ。ラビオリ。気になる。ケチャップも買った。オリーブのマリネ、うんうん、これなんか、これってもうこれだけで完結せん？茹でるだけ。茹でるんや。まあいいよ。めっちゃ気になっちゃった。いや、使おう使おう使おう。パーティーだから。これで全て。これで全て揃った。本当に揃った。ない分はもう頼んだから、うん、本当に不安ね。サラダうまやっとく。まあすぐ作れそうやし、ありかもね。これなら切ってるやるし、もう。うんうん。ドレッシングはいらないか。あとドレッシングなんかクルトン買って、シーザーサラダ的なのにもう買ってしてもいいけど。いいね、これだ。シーザーサラダドレッシングとか買おうか。はい、シーザーでいいか。そこのやつとかも美味しそう。ごまどれとか何でもいける。何でもいこう。何でもいける多分何でもいける。そう、これだ。何でもいけるんだったらもうこれしかないよね、はい、そうだよね。行こっか。はい、会計しよっか。行きます。
まあ、なんだかんだおしゃれなのできそうだね。確かに、ね、結構考えられた。まあ、お願いします。買い物お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、行きましょう。行ってきます。うわ、待って、ミニ、お、いいねいいよ、君のいい、いいの見つけたね。これちょっと多いな。これにする？もうさらにちっちゃい、これにしようよ。ちっちゃいな。なんかいいのあるかな。お、ありました。ありました。ありました、うちは。こっちでかい。真っ白、真っ白。ちょっとでかいんですけど。これあったらね、いいから。これ書いてね。書いても、うん、書かなくても。ミーニって。そう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 。うん、これ いつもありがとうってことで。そう。よっしゃ、これじゃあ、お先行きましょう。もうそろそろね、時間来てるんで。行きますよ。行くよ。行きますよ、行きますよ。うわ、楽しかった、普通に。よし、私や、収まるかっていう。いやいや、さすがに大丈夫でしょ。カエル化されるこの細部が。お願いします。あれ、カエル化される、カエル化される。結構買いました、ね、結構買いました。結構買った。ちょっとあの目的がね、薄い分ちょっと何を買えばいいか分かんなくて、たくさんとりあえず買いました。はい、ミッションクリアじゃないですか、ね、とりあえずクリアしたと思います。はい、ありがとうございます。環境で帰ってきましたぞ。片手割りちょっと挑戦してみ。いけた。おー、すげえ。おい、練習しただろ。すげえ。入るわけねえだろ。入るわけねえだろ。ちょ、お前やめろってお前。なんかちょっとミニが喜びそうな、なんか体勢で膨らますのやめてよ。